Korean. Korean. Korean.
Korean. Korean.
Japanese. 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 Japanese.
Japanese, 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 Japanese,
Japanese, 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 Japanese,
Japanese, 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 Japanese,
Japanese, 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 Japanese.
There you go. You're live. Brothers and sisters, we want to welcome you. This is Daniel Gonzalez, and also I have Carmen Barrios, who is the sign of this broadcast. She got some announcements real quick to go over, and we'll give the time to her. Hi, brothers and sisters. I will be here helping out with this. And just really quick, we just wanted to talk about the retakes. If all of you should have received the coordinator, should have received instructions to log in on Workfront. If you have minor mistakes that you want to fix, you have to log in there, indicate what the mistake was. And then you have, we will start the re-recording of those retakes in the 15 minutes after the event is over. For those who want to re-record the whole thing, you have 24 hours to let us know what language and so that you can let us know what, if you want to re-record the whole thing. So if you have any questions about that, please let us know. But 15 minutes for retakes of minor issues, 24 hours to let us know if you want to re-record the whole thing. So, and then just really quickly, we have a version 5 that we're going to put right now in the supplemental interpretation files. Some of you may already have them. The latest file came in on Friday night. So we'll put it there. There are very minor changes. And that's pretty much it. We want to thank you for being here, and good luck with the program. Thank you.
愛する兄弟姉妹の皆さん、ラッセル・ M ・ネルソン大官庁と奥様のウェンディ・ネルソン姉妹をお迎えしてのワールドワイドユースディボーショナルに皆さんを歓迎します。ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターからお送りしています。世界中の青少年の皆さんがご両親や指導者の方々と一緒にインターネットやその他の方法で参加しています。皆さんがどこでどのような方法でこのディボーショナルを視聴していても、この歴史的な集会に参加してくださり嬉しく思います。主の言葉はその選ばれたしもべを通して聞きたいという望みにより、皆さんは大きな祝福を受けることでしょう。ネルソン大官庁夫妻に加えて、管理ビショップリック、中央若い女性、若い男性、日曜学校の会長会の皆さんが壇上に座っています。預言者であり教会の大官庁であるネルソン大官庁がこの会を管理します。私、十二使徒定員会のクリストファーソン長老が司会を務めるよう依頼されました。ユダ州オグデン地域セミナリー合同聖歌隊がこのディボーショナルの音楽を提供します。指揮はアラン・サンダース兄弟とジャロン・パッカー兄弟、伴奏はボニー・グッドリフ姉妹とリンダ・マーゲッツ姉妹です。聖歌隊が開会の賛美歌、感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後、ユタ州ハイランド南ステークの祭司クラーク・リンド兄弟が開会のお祈りをします。
Our dear kind and gracious Heavenly Father, 愛する天のお父様、今日このデボーショナルに世界中のユースと共に参加できることに感謝しています。またネルソン大館長夫妻のお話を聞けることに感謝しています。またこの教会のユースと彼らの働き、また毎日福音の中に派遣でくださっていることに感謝しています。どうか彼らが悪魔の誘惑から守られますように祝福してください。また友達や周りの人に良い模範を示せますように祝福してください。どうかこの会に御霊が共にありますように、またそれを通して真理を知ることができますようにお祈りします。またネルソン大館長夫妻にがこの教会に全てを捧げてくださっていることに感謝しています。またあなたの恩子に感謝しています。どうかこの贖いを毎日自分自身に応用してより良い人になることができますように助けてください。またこの祝福を通して他の人々を助けることができますように、全てをイエス・キリストの名により、アーメン。ありがとうございました。ここでセミナリー聖歌隊がネルソン大館長によって書かれた歌、我らの祈りを歌います。その後ラッセル M ネルソン大館長とウェンディ W ネルソン姉妹からお話を伺います。お話の後閉会の賛美歌を皆さんと共に歌いますが、歌はネルソン大館長が発表します。そしてユタ州のリーハイ北ステークのマイアメイドアニー・ホーズ姉妹の祈りにより会を閉じます。We pray to thee, our
words are inadequate to express our gratitude to that seminary choir. セミナリーの聖歌隊の皆さんに感謝しきれないほど胸がいっぱいになっています。ありがとうございます。私がこのカンファレンスセンターの中に集まっている人々、アチズ聖徒の方々を目にするときに、私たちが本当に一つの大きな家族になっているような気がしています。何千人の方々がここに集っています。また他の何千人という方々がこの間接的でもこれに参加してくださっていることに感謝しています。ネルソン姉妹と私は今晩皆さんと共にいられることを大変嬉しく思っています。この町立聖徒イエス・キリスト教会の聖書の皆さんと共に過ごすことが大好きです。また、聖書に関わる方々にも感謝しています。皆さんがこの世界的な集会に備えるにあたり、日々モルモン書を読み、主が教えようとされていることを聞けるようにと祈ったときに、経験したことからを一人一人から聞くことができたらどんなにいいでしょうか。皆さんがそのような気持ちで開会の賛美歌を歌って、セミナリーのクワイアの方々に感謝して歌ってくださったことに感謝しています。この感謝を神に捧げん預言者の導きという賛美歌は、私たちの思いを常に預言者とジェフ・スミスへと向けてくれます。私たちはどれほどジョセフから恩を受けていることでしょう。ジョセフこそこの最後の真剣時代の預言者なのです。想像してみてください。皆さんのような年頃だったジョセフが使徒ヤコブの言葉から霊感を受けました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は神に願い求めるがよい。この言葉に強く動かされた少年ジョセフは、近くの森に行くと心の思いを神に注ぎ出しました。すると天が開き、御父と御子にまみえたジョセフは、自分の質問の答えをどこに求めればよいかを知ったのです。さて、私は10代のジョセフが行ったことを行うよう、皆さん一人一人にお願いします。祈りの中で皆さんが抱えている疑問を直接御父に向けてください。イエス・キリストの御名により導きを求めて御父に尋ねてください。皆さんはまさに今の年齢で個人的な啓示を受ける方法を自分で学ぶことができるのです。このこと以上に皆さんの生活に大きな違いをもたらすものはありません。私はあなたに、隣に座っている人ではなく、あなたに約束します。あなたがこの世界のどこにいようと、制約の道のどこにいようと、たとえ今この瞬間制約の道の真ん中を歩んでいなかったとしても、私はあなたに約束します。もしあなたが聖霊のささやきに身を傾ける方法を学ぶという重大で霊的な技術を育むための霊的な務めを誠実にかつ絶え間なく行うならば、人生で必要とされる全ての導きを受けるでしょう。あなたの心の中の疑問に対する答えが、主ご自身の方法と時に応じて与えられるでしょう。また教会の指導者や両親と相談することも忘れないでください。彼らも啓示を受ける助けをしてくれます。自分の人生が神によって導かれていることを理解するなら、さまざまなチャレンジに遭遇し、たびたび落胆することがあったとしても、喜びと平安を感じることでしょう。それでは、地上における最も大いなるチャレンジ、最も大いなる大義、最も大いなる技についてお話ししたいと思います。また、これに加わるよう皆さんにお勧めします。この重要なメッセージを理解する助けとなるように、ネルソン姉妹にお話を頼んでいます。ネルソン姉妹、お願いします。愛する兄弟姉妹の皆さん、まずはじめに、夫と私が車でユタ州の丘陵地帯を走っていた時に見たものについてお話ししたいと思います。それは美しい秋の日でした。私たちは黄金色に染まった天にまでまっすぐ届くように伸びる木々の間を楽しみながら進んでいました。やがてある木が目に留まりました。
まるで自分のようなその木を見ると、私が集団の中でよく感じていたあの気持ちを思い出したのです。分かっていただけますか？誰もが自分よりも背が高くまっすぐで天国に達しているかのように感じる、そんな気持ちです。周りのみんなは何でも知っていました。服装も完璧で正しいことを言い、問題などなく完全に従順で、人生で一度も失敗などしたことがないように見えるのです。そしてそこに自分がいます。愛する兄弟姉妹の皆さん、今こそ自分と他人を比べるのをやめる時です。自分と他人に対する誤った見方を捨てることです。実のところ他の人々は見た目ほど完全なわけではないですし、自分自身には思い悩むほど絶望的な欠陥があるわけでもないのです。唯一本当に大切なのは、皆さんや私が決意したこと、また前世で天の御父とこの地上で行うと誓約を交わしたことを確実に行っていくことです。そこで質問ですが、あなたは何をするために生まれてきたのでしょうか？皆さんの前世での生活を10分間の動画にして YouTube で見ることができたらどんなにいいでしょう。預言者ジョセフ・スミスは、5分間じっと天を見つめるならば、あるテーマについて一生かけて学ぶよりも多くのことがわかるだろうと教えました。そこで前世での皆さんの生活を10分間じっと見つめることができたらと想像してみましょう。主が懸命にもそうした記憶を幕で覆い隠されたということは私たちも承知しています。でも地上に来る前の生活を10分間でも垣間見ることを許されたとしたら、それが自分の人生にどれほどの影響を及ぼすか想像してみてください。皆さんはどの10分間を見ることにしますか？もし自分が天の御父やキリストと共に住んでいた時に時を見ることができれば、もし自分が前世で行い決意したことを、また他の人と約束したことを見ることができれば、そして自分が真理に対する攻撃に大きく立ち向かい、キリストを勇ましく擁護するのを見ることができたら、現在の混乱や疑問、苦難、問題は全て消え去ると私は信じています。本当に全てです。皆さんが地上で力になると告げた相手を思い出せるとしたら、または数々の苦難を耐え抜くことに同意したことを思い出せたとしたら、現在どれほど辛い状況にいたとしても、また今後どのような状況に陥ったとしても、皆さんはきっとこのように言うことでしょう。ああ、今思い出しました。今理解しました。このような困難な状況にいる理由が今は分かります。主の助けにより乗り越えられます。さて、ここでもう一つ考えてほしいことがあります。私は一人一人の霊が地上に来るときに、地上で行うことと題する巻物を携えてきたと想像するのが好きです。その巻物に何が載っているかを考えてみましょう。キリストの福音をもといに巻物に書かれているであろう5つの事柄についてお話ししましょう。第一に、肉体を受けるため。第二に、それはとても大切なことです。そして第二に、試しを受けるために皆さんは地上に来ました。ところで、試しの中にはしばしば肉体の欲求をコントロールすることが含まれ、それらは制御できなくなる可能性があることに気づいていますか？もし現在何かに依存して苦しんでいるのであれば、あるいはまだ悔い改めていない重大な罪があれば、ビショップに話すことで重荷を下ろすようお勧めします。ビショップは皆さんを助けることのできる真剣の鍵を持っています。地上で行う3番目のことは、皆さんが前世で行ったようにキリストに従い主のために立ち上がることを選ぶことです。4番目は、毎日悔い改め毎週聖餐に預かることを選ぶことです。それによりイエス・キリストの食材を通して霊的に癒され、強められ能力を高められ、最終的に聖別されて省エすることができるでしょう。
さて、リストの5番目はこの世での使命を見出して行うことです。愛する若い友人の皆さん、前世で私たち一人一人は地上で達成する素晴らしい使命を与えられました。この世で使命を果たす機会が与えられていますが、それを強いられることはありません。誰からも強要されないのです。私たちには自分の時間や力、才能、リソースをどのように使うかを選ぶ自由があります。私たちが何を行うかを選ぶことは試しの一部なのです。選ぶのは皆さんであり私です。地上での素晴らしい使命を果たすために何があってもそれを行うことを私たちは選ぶでしょうか。この質問について皆さんに考えてもらう一方で、地球の歴史上比類ない時代であるこの特別な時代に、皆さんがこの地上にいる理由に話題を移しましょう。皆さんが今地上にいるのはなぜでしょうか。なぜ1880年代でも今から30年後でもないのでしょうか。私たちの生きるこの時代が歴史的な時代であることを、私が身に染みて学んだある経験を紹介しましょう。私たちはよく末日に生きていることについて話をします。実際私たちは末日生徒です。でもおそらく現代は私たちが思っている以上に末の時代なのです。これが私にとって現実味を帯びるものとなったのは、夫と私がロシアのモスクワに滞在していたある24時間の間に経験したことに起因します。ネルソン大官庁がその地域の神権指導者と集会をしている間、私は100人ほどの姉妹と集まる特権が与えられました。私はロシアの姉妹を愛しています。素晴らしい方々です。説教壇に上がった私は思いもよらない言葉を口にしました。こう言ったのです。血統を通して皆さんを知ることができたらと思います。皆さんの祝福師の祝福の中で宣言されている血統を表すイスラエルの部族名が呼ばれたら立っていただけますか。ベニヤミン、 2,3 人の姉妹が立ちました。ダン、さらに 2,3 人、ルベン、ナフタリ、さらに姉妹たちが立ち上がりました。イスラエルの12部族の名前をアセルからゼブルンまで挙げ、姉妹たちが立ち上がると、私たち全員は自分たちが目の当たりにし、感じ、学んだことのために驚きに打たれました。モスクワの土曜日に集まった100人ほどの姉妹たちが、イスラエルの12部族のうちの何部族を代表していたと思いますか。11部族です。その小さな部屋にイスラエルの12部族のうち11の部族が集まっていたのです。唯一欠けていた部族はレビでした。私は驚きました。それは私にとって霊的に大変特別な経験でした。この集会の直後、夫と私はアルメニアのエレバンに直行しました。飛行機から降りたとき、最初に出迎えてくれたのは伝道部会長と奥様でした。彼女はモスクワでの話を耳にしていたらしく、元気な声で言いました。レビがいますよ。翌日、宣教師たちと会い、その中のアリゾナ州出身の長老がレビの血統であることを知ったとき、私たちがどれほど感激したかを想像してみてください。さて、私は幼い頃、カナダのアルバータ州で初等教会に出席していた時、救い主の再臨前の末の日にイスラエルの12部族が集合することを学びました。胸を躍らせる真理でしたが、同時にそれを実際に理解するのは大変なことでした。ですから24時間の間にイスラエルの12部族すべての会員に会えたのが、私にとってどんなに素晴らしいことか想像できることでしょう。さて、後で学んだのですが、私は血統によって姉妹たちを識別するように求めるべきではありませんでした。祝福師の祝福は神聖で、血統は個人的なものだからです。でも私はイスラエルの集合の成果を直接目にする特権が与えられたことにとても感謝しています。その経験から受けた影響は私の心から決して消えることはありませんでした。愛する兄弟姉妹の皆さん、今はまさに末日です。この世界の歴史でこのような時代はかつて一度もありませんでした。
前世で皆さんや私はこの地上で偉大な技を行う決意をしました。そして主の助けによってそれが行えるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。ありがとう、ネルソン姉妹。愛してますよ。彼女は素晴らしいですよね。愛する若い兄弟姉妹の皆さん、今は確かに末日であり、主はイスラエルの集合という主の技を早めておられます。この集合は今日地上で行われていることの中で最も重要なことからです。規模において、重要性において、また偉大さにおいて、他に類を見ません。皆さんが自ら選び望むならば、大きな役割を果たすことができます。重要で崇高で偉大な御業において重大な役割を果たせるのです。集合について話すとき、私たちは次の基本的な真理について述べています。すなわち、幕の両側にいるすべての天の御父の子供たちは、回復されたイエス・キリストの福音のメッセージを聞くに値します。彼らはさらに知りたいかどうかを自分で判断するのです。主が、私の羊は私の声に聞き従う、私は彼らを知っており彼らは私についてくると言われたように、イスラエルのさまざまな部族の血統を持つ人々は最も主に心を向けやすい人々です。イスラエルの家に属する人々は最も容易に主イエス・キリストを自らの救い主として認め、主の群れに加わりたいと願う人々です。このような人々は主の教会の会員となり、主や天の御父と契約を結び、救いに不可欠な儀式を受けることを望むようになります。主が預言者ジョセフ・スミスに告げられたように、今すなわち私たちの時代は11時であり、地の四方から先民を集めるという明確な目的のために働き人を主の葡萄園に呼び入れる最後の時です。今晩12歳から18歳の皆さんへの質問はこうです。今日地上における最も大いなるチャレンジ、最も大いなる大義、最も大いなる技において、大きな役割を果たしたいと思いませんか？この重要な末日においてイスラエルの集合を助けたいと思いませんか？先民である皆さんは、回復された福音のメッセージをまだ聞いたことのない他の先民を見つけるために進んで助けてくれますか？預言者イザヤが語った走る使者になりたいと思いませんか？さて、イスラエルの集合の技に加わると多少の犠牲が求められることになるでしょう。生活の中で多少の変化が求められるかもしれません。皆さんの時間や力、神から与えられた才能の一部を使うことになるのは間違いないでしょう。それでも興味があるでしょうか？この技々の高まる思いと緊急性について考えてみてください。アダムに始まる全ての預言者が私たちの時代を見てきたのです。それぞれの預言者が私たちの時代、すなわちイスラエルが集合し、世界が救い主の再臨に向けて備える時代について話してきたのです。そのことについて考えてみてください。これまで地球上に暮らしてきた全てのための中で、私たちがこの最後の偉大な集合の技に参加できるのです。なんと素晴らしいことでしょう。天の御父はおそらく最も優れたチームといえる最も高貴な霊たちの多くをこの最後の時のために取っておかれました。この高貴な霊たち、最も優れた選手たち、このヒーローこそが皆さんなのです。集合が今行われており、現実のものであることを証しします。私が生まれた年、教会員の総数は60万人以下で、南アメリカに会員はいませんでした。現在世界中に1600万人以上の会員がおり、南アメリカに300万人近くの会員がいます。1979年に中央二中学校の会長を務めていた時の経験についてお話ししましょう。私は教会の指導者会に出席するように招待され、
そこでスペンサー・ W ・キンボル大館長が話をしました。大館長は国々の扉が開かれてイエス・キリストの福音が地上のすべてのためにもたらされるように祈るように一人一人に求めました。特に中国に言及し、中国の人々のために祈ることを求めたのです。またこう言いました。中国の人々の役に立つことをする必要があります。彼らの言語を学びましょう。彼らのために祈り、彼らを助けましょう。家に帰ると妻のダンチェル、彼女は13年以上前に亡くなりましたが、彼女にこう言いました。キンボール大館長が集会で皆に中国語を学ぶようにチャレンジしたんだよ。ネルソン兄弟を除いてとは言わなかったから、一緒に中国語を勉強してくれないか。もちろん彼女は同意し、二人で家庭教師から中国語を学びました。キンボル大館長のチャレンジから6週間後に、私はボストンで米国胸部外科学会の年次会議に出席していました。その日の朝、ホテルの部屋でキンボル大館長から言われたように中国の人々のために祈りました。それからその日の最初の会議に出かけ、部屋の前方のいつもの席に座りました。しかし集会が進むにつれて椅子の座り心地が悪くなってきました。スライドを映すために照明が暗くなった時、私は席を離れ静かに部屋の後ろに行き、普段なら決して座らない場所に移りました。再び照明がつくと、私は中国人医師の隣に座っていました。彼は中国の北京から来たウー・イン・カム海教授であると名乗りました。楽しい会話の後、私は教授にソルトレイクシティを訪問して、ユタ大学医学部で講演をするように招待しました。教授は喜んで受け入れ、とても素晴らしい講演をしてくれました。そして中国に帰りました。教授は中国に戻ると、その後間もなく中国ジーナン市にあるシャンドン医科大学の外科の客員教授となるよう私を招いてくれたのです。これがきっかけとなり、中国のさらに2つの大学で客員教授を務めるよう招待されることになりました。これらの素晴らしい職業上の経験は十二使徒に召される前に最高潮を迎えました。中国人の外科医から、中国で最も著名なオペラ歌手の命を救うために心臓切開手術を行うように依頼されたのです。私は手術を行い、ありがたいことに成功しました。ちなみにそれが私の外科医としての最後の手術になりました。あれから40年近く経った今でも、私は中国の人々のために祈っています。また中国における医学の同僚や他の友人たちとの交流を楽しんでいます。中国の古き友と公式に締め分けたことは何という喜びでしょう。古きというところが特徴的です。神の預言者から行うように言われたことに何であれ従うなら、道が開かれ人生が変わることを証しします。さて、こう自分に尋ねてみてください。イスラエルの集合を助けるために10代の自分には何ができるだろうか。ネルソン姉妹と私は前にこの質問と他にいくつかの質問を12歳から18歳の青少年のグループに尋ねました。多くのその時の青少年がここにいると思います。最初にこう尋ねました。イスラエルの集合とは何ですか？皆さんにとってどのような意味がありますか？答えは様々でしたが、大多数はその意味をよく理解していないことが分かりました。今晩皆さんに知ってほしいのですが、イスラエルの集合の究極の意味とは、幕の両側にいる神の子供たち、すなわち極めて重要な成功を神と交わしていない人々や、救いに不可欠な儀式を受けていない人々にイエス・キリストの福音をもたらすことなのです。天の御父のすべての子供はイエス・キリストに従い、主の福音を受け入れ、
すべての祝福に預かることを選ぶ機会が与えられます。そうです、アブラハム、イサク、そしてイスラエルとして知られるヤコブの血統に神が約束されたすべての祝福です。類まれなる青少年の皆さん、皆さんはまさにこの時代に、世界の歴史上で最も重要なこの時に、イスラエルの集合を助けるために地上に送られてきました。今地上で行っていることで、起こっていることで、このこと以上に大切なことはありません。これ以上に偉大な結果をもたらすものは何もありません。この集合の技は皆さんにとって重要であるはずです。これが皆さんが地上に送られてきた使命だからです。そこで質問です。皆さんはイスラエルの集合を助けるために主の青少年のチーム、つまり青少年の大隊に進んで加わりますか？このことについて考えてみましょう。答えるのは少し待ってください。ネルソン姉妹と私が若い友人たちに尋ねた他の質問に戻りましょう。こう尋ねました。もし預言者が教会の12歳から18歳のすべての人にイスラエルの集合を助けるために協力するように求めたら、進んで何をしますか？青少年たちは霊感を受けてこのように答えました。もし預言者がイスラエルの集合を助けるために協力するよう求めたら、絶対にそれに参加します。他の人はこう言いました。自分がしていることは何であれ、それを置いて助けに行きます。預言者が求めることは何でも言って行います。預言者は神から使わされているからです。次のような答えもありました。もっと家族歴史を進んで行います。福音について他の人に話すためにもっと口を開き、もっと努力します。キリストのような特質を示すことで良い模範となります。死者の身代わりのバプテスマはもっと行います。自分の生活や選択の仕方を変えます。主が必要とされる場所にはどこにでも行きます。新しい言語を学びます。知らない人々と話します。まだ読んだことのない人に諸文書を渡します。できるだけ人に親切にします。また青少年にこう尋ねました。イスラエルの集合を助けるために進んでどのような犠牲を払いますか？再び感銘を受けました。このような答えが返ってきたのです。スポーツの時間を減らして真理を必要とする人を助けます。友達と遊ぶ時間を減らし、代わりに神殿に行くように誘います。電話する時間を確実に減らします。画面を見ている時間を多少諦めます。日曜の午後の昼寝を喜んで犠牲にします。さらにこう尋ねました。イスラエルの集合を助けるために協力したいのであれば、何を始めて何をやめますか？このような答えが返ってきました。もっと熱心に聖典を研究して、人から聞かれる質問に答えられるようにします。ソーシャルメディアにかける時間を少なくします。毎日の奉仕活動を含め、会員伝道の簡単な活動をもっと行います。携帯電話を使う時間を減らし、携帯を使うときは聖句や霊的なメッセージをソーシャルメディアに掲載します。総大会の話はとても大切なので、それを研究します。健康に良い食べ物を食べて健康を維持します。何でも自分自身に考えるのをやめます。愛する若い兄弟姉妹の皆さん、この質問に答えてくださり感謝します。預言者ジョセフ・スミスやブルガム・ヤング大官長、その他の人々に、そしてついには主に対して、現在の地上における神の預言者として、自分の彼の職に関する報告を求められる日のために、私は今備えをしています。その時こう尋ねられたくはありません。ネルソン兄弟、イスラエルの集合における青少年の役割について、なぜもっと明確に伝えなかったのですか？
この技に関わりをなぜもっと大胆に語らなかったのですか？そこで私は今、マチュ実生とイエス・キリスト教会の12歳から18歳のすべての若い女性と若い男性に、イスラエルの集合を助けるために主の青少年のチーム、つまり青少年の大隊に変わるようにお勧めします。何が皆さんの助けになるでしょうか？モルモン書を続けて毎日読むならば、集合の教義について学び、イエス・キリストに関する真理、食材、それから聖書には記されていない主の完全な福音について学ぶでしょう。モルモン書はイスラエルの集合の中核をなすものです。事実、モルモン書がなければ約束されたイスラエルの集合は起こらなかったでしょう。さて、さらに5つの事柄を行うことによって自らを備えるようお勧めします。この5つの項目は皆さんを変え、皆さんが世界を変える助けとなるでしょう。第1に、世俗的な影響を減らすために、ソーシャルメディアに依存する生活から離れるようにお勧めします。親友の孫で皆さんと同じ年代の若い男性について話しましょう。彼は友達から人気があり、高校のリーダーでした。最近、両親が彼の携帯にイエス・キリストに従う者には不適切な内容があるのを見つけました。両親は当分の間ソーシャルメディアをやめるように言いました。そしてスマートフォンを折りたたみ式の携帯に変えたので、彼はうろたえました。どうやって友達と連絡を取るのでしょう？当初、彼は両親に対して大変腹を立てていましたが、数日後にはスマートフォンを取り上げた両親に感謝して言いました。久しぶりに自由な気持ちを感じたよ。彼は今、折りたたみ式の携帯で友達と連絡を取っています。彼はいつもメールを送る代わりに友達と実際に話しているのです。この若い男性の生活に他にどんな変化が起きたでしょうか？彼は今、ソーシャルメディアが作り上げる偽りの生活から自由になったのを喜んでいます。いつも携帯画面に集中する代わりに、自分の生活にさらに積極的に打ち込んでいます。テレビゲームをする代わりに郊外のレクリエーション活動に参加しています。家庭ではより前向きになり、家族を助けています。奉仕する機会を求めています。教会で人の話をよく聞き、表情が明るくなり、もっと幸せそうで、そして伝道に出るために積極的に準備しています。すべてはソーシャルメディアの悪影響を断ち切ったことによるのです。そこで今日、私の最初の勧めは、ソーシャルメディアを7日間断つことにより、ソーシャルメディアに依存する生活から離れることです。ソーシャルメディアには有益な面があることも承知しています。しかし、もし皆さんが御霊のささやきに向ける以上の注意をソーシャルメディアに向けるなら、孤独感や落胆を経験するリスクに加えて、霊的なリスクをも自分自身に招くことになります。皆さんや私はソーシャルメディアを通して影響を受けた青少年が直接相手に対してしないであろうことを言ったり行ったりするのを知っています。いじめは一つの例です。ソーシャルメディアのもう一つの悪い側面は、偽りの現実感を作り出すことです。すべての人が最も楽しく冒険的で胸躍る写真を掲載するため、あなた以外の誰もが楽しく冒険的で胸躍る生活を送っているという誤った印象を作り出してしまうのです。さまざまなソーシャルメディアのタイムラインに表示される内容は、偽物ではなかったとしても歪められたものが多くあります。そこで偽物からの7日間の休息を取ってください。連続した7日間を選び、始めてみるのです。この7日間に自分の感じ方、考えること、そして考え方の変化に気づくかどうか見てください。7日後にするのをやめようと思ったことや、これから始めたいと思うことがあるかに注目してみてください。このソーシャルメディアの遮断は、皆さんと主の間で行うことができます。
それは皆さんが主の青少年の代替に加わるために進んで世の中から離れることを主に示すサインとなるでしょう。私からの2番目の勧めは、今から3週間毎週主に時間を捧げて、他の何者でもなく主の青少年の代替に加わりたいという思いを主に知らせることです。3週間の間、自分が好きなことをするのを諦め、その時間をイスラエルの集合を助けるために使うのです。誰かを助けるために何かを行うときは、いつでもそれが幕のどちら側であろうと、神と重要な契約を交わして救いに不可欠なバプテスマと神殿の儀式を行うことに向かって進むのであれば、あなたはイスラエルの集合を助けています。それだけのことなのです。この時間を犠牲にすることについて祈るとき、皆さんは導かれてイスラエルの集合を助ける代わりに、この週に諦めることとその週にできることの両方が分かるようになるでしょう。例えばゴルフをする人なら、1ラウンドのゴルフを諦めてその時間を神殿のバプテスマに使うことができます。3番目の勧めは、生活全体を主やおそらく皆さんの両親やビショップとともに評価し、皆さんの足が制約の道にしっかりと立っていることを確認することです。もし道から迷い出ているなら、あるいは自分の精神や心をもっと清める必要があるならば、今日が変わる絶好の時です。悔い改める方法がわからなければ、ビショップか両親と、あるいはその両方と話してください。イエス・キリストの食材を理解できるように助けてくれるでしょう。そして真の悔い改めが常にもたらしてくれる喜びを経験できるように助けてくれるでしょう。これ以上1分でも制約の道から離れたままでいないでください。どうぞ今、真の悔い改めを通して戻ってきてください。主の青少年の代替にはあなたが必要です。あなたなしに同じ成果は得られません。4番目の勧めは、神のすべての子供たちがイエス・キリストの福音の祝福を受けられるように毎日祈ることです。皆さんや私は、イスラエルが偉大な力を持って集合するのを生きて目にし、これからも見るでしょう。そして皆さんはその集合をかけて支える力になれるのです。皆さんへの5番目のおすすめは、世の中から際立ち異なったものになることです。ご存知のように、皆さんは世の光となる必要があります。そのため主は皆さんに外見、言葉、行い、服装においてもイエス・キリストの真の弟子とみなされるようにすることを求めておられます。そうです、皆さんはこのように生きていますが、世の汚れに染まらないように、世の中とは非常に異なる標準を持っています。聖霊を伴侶とすれば、社会に蔓延する名声を求める風潮の中で正しいものを見ることができるでしょう。皆さんはこれまでのどの世代よりも賢くなることができます。時に変わった人と呼ばれるようなことがあったとしても、それを名誉ある印とみなし、次第に暗くなる世の中に自分の光を輝かせて幸せでいてください。世の中の残りの人のために標準を示してください。世とは異なることを受け入れるのです。和光度の強さのためにと題する小冊子はあなたの標準です。主が全ての青少年に守るよう期待しておられる標準です。主の預言者として、私はこの小冊子をもう一度研究するようお願いします。これまで読んだことがなかったならば、祈りの気持ちで読んでください。印をつけてください。その標準について友達と話してください。これらの標準、あなたの標準にもっと厳密に従って生活する方法について決めてください。皆さんは自分の冊子を持っています。ですので、今晩の集会の終わりに主の代替に変わることを選ぶ人は、和光度の強さのためにを一冊持ち帰り、あなたの標準を知らない、あるいは守っていないかもしれない友達にそれを渡してください。この小冊子が必要な人について祈ってください。皆さんは導かれることでしょう。またワクワクする気持ちになるでしょう。さて、
イスラエルの集合を助ける主の青少年の大隊に加わるための5つの勧めを復習して話をまとめましょう。1. ソーシャルメディアを7日間断つ。2. 3週間毎週主に時間を犠牲として捧げる。3. 制約の道にとどまる。もし離れていたら悔い改めてその道に戻る。4. 神のすべての子供たちがイエス・キリストの福音を、その福音の祝福を受けられるように毎日祈る。5. 世の中から際立つ。異なるものとなる。光となる。和コードの強さのためにを一冊友達に渡す。愛する若い兄弟姉妹の皆さん、皆さんは主がこれまでにこの地上に送ってこられた人々の中でもえりすぐりの人々です。皆さんはこれまでのどの世代よりもより賢明でより知る深くなる可能性を備えており、世の中により大きな影響力を与えることができます。話を終えるにあたり、閉会の賛美歌シオンの強者を歌うことにより、世界中の青少年と共に立ち上がり、シオンの軍勢における主の青少年の大隊の一員に変わるという胸躍る経験をするよう皆さんにお勧めします。この賛美歌は皆さんについての曲です。私は心の底から皆さんに明かしします。これは全能の神の御業です。主は生きておられます。イエスはキリストでられます。これは主の教会であり、約束されたイスラエルの集合をはじめとする神聖な行く末を実現するために回復されました。皆さんはイスラエルの望みであり、約束の日の子供たちなのです。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。See you.
愛する天のお父様、今日共にユースと共に集まることができたことに感謝します。ネルソン大官長に、また預言者、また奥様に感謝します。私たちが知る必要を教え、ある必要があることを教えてくださったことに感謝します。どうぞ私たちが立ち上がり、他の人と違ったものになることができるように助けてください。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。